日冒険に勤しんで処理できていないことがたまっていませんか？今日私はあなたの専属メイドですから、全部私に任せてください。それとこの素敵な日に祝福を。お誕生日おめでとうございます。今日はめでたい日だ。なぜなら風の加護を受けた君の誕生日だからだ。誕生日なんだからゆっくり休むといい。ハッピーバースデイトゥーユー。失礼を許してくれ。このプレゼント気に入ってくれたかな？以前友達から誕生日はケーキを食べるって聞いたんだ。ほら、リンゴケーキだよ。はい、スプーン。焼き上げるときに少し崩れちゃったからアップルパイみたいだけどね。スイーツって本当に難しいね。今日は記念すべき日ね。君の成長は年齢だけに限らない。特製の骨笛を君にあげるわ。私の吹き方を学んでちょうだい。私が君に復讐する時が来たら、その骨笛を吹いてね。そうしたら私を足止めできて、時間稼ぎにもなるし、面白くなると思うわ。私についてきてくれますか？そう遠くありませんので、それほどお時間は取らせません。あなたの誕生日を知ってから、事前に準備をしていたのです。私の勝手な想像ですが、どんなに高貴な贈り物よりもこの方が私たちの関係に合っていると考えました。今回は私の剣線部をあなたへ贈ります。では参ります。誕生日おめでとう。はい、薬草の匂い袋。驚いてる？前に言われた時にメモしておいた。毎日見ればこれからも忘れないよ。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。